っこいいね。かっこいい。バッキバキや。よく言われる。ねえ。まだ仕上がってるんですか。そう、今から、今から。衰えへんわ。元プロ野球選手メジャーリーガー新庄剛志さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。素晴らしいランウェイでしたね。もう気になっちゃってね、空いてると。じゃあもう漫画の世界やもん。もうもうだから元野球選手とかどうとかじゃないよね。もうスーパースターやもん。いろんなジャンルの、ね、かっこいいわ。これなんで新庄さんここにいるんですか。呼ばれたから。いや普通そうじゃない。まあね、まあそうですよ。けど、そうですけど呼ばれた理由がありますやん。ね、野球以外のものをものすごく興味あって、はい、何でも出たいのよ。はい、あ、そうなんですか。でこう今日出てるみんなに勝ちたいのよ。勝ちたい。勝つとか負けるとかじゃないんですよ。いやもう別ジャンルですよ、新庄さん。異次元ですね。これなんか本気で日本プロ野球復帰目指してるとかいう。そうだよ。ガチですか。ガチやて。でも確かに48歳でプロ野球のルーキーになるっていうのってかっこよくね。まあ今までいませんからね。いや、あのバリに住んで、ね、もうフリーダムで過ごして、野球をみんなに教えたくなったのよ。はい、だったら俺がプロ野球選手になるのをこう 1% の可能性を、もうこれを実現したら勇気もらえる人いっぱいいますから。 そこが一番のポイントかな。どう、お兄ちゃん見てましたか。見てました。いかがでしたか。腹筋が目立ってました。もうみんなおーってなってました、裏で。一応スポーツ選手なんで。はい、見せてもらったら。ちょっともう一回いいんですか。仕上がってる。うわ、仕上がってるな。すげえな。仕上げたの。今日のために、ためにね。ありがたいです。さあ、ニキさんもデビューのきっかけオーディションだったということで。はい、そうなんですよ。この2014年の東京ガールズオーディションで、うん、きっかけで、すごいね、はい、モデルになりました。受かるわ。目を綺麗ですから。そうですよ。新庄さんは、まあね、オーディションとか受けたことありますか。いや、受けたことなくて、12月7日に初めてオーディションを、トライアウトというオーディションを受けに。うわ、どういう心持ちで臨むんですか。もう自然体で、毎日毎日楽しんでるから、そういうの延長、通過点。この先ね、こうオーディションを受けようとしてる若い子たちにちょっと一言エールというかメッセージをお願いいたします。あのマイナス 99% を楽しめる強さがあれば 1% の、 あの可能性を手に入れることができるんで、毎日楽しんで過ごしてほしいですね。かっこいいね。それをやってる人やからね、自分自身が今やってるからね。それがすごいよ。すごいかっこいい。